こんにちは、ヤクモです。今回もよろしくお願いします。今回は日の丸構図について説明したいと思います。日の丸構図とは真ん中に主題を配置する構図のことで、あまり好まれない構図となっておりますが、使い方次第ではいい感じの写真になります。まずこの写真を見てください。真ん中に主題を配置して写真を撮影しています。存在感がある主題を中央に配置することで安定した感じになります。同じ位置から3分割法で撮影した写真がこちらになります。ちょっと雰囲気が変わっていると思います。写真を撮影するときはどんな構図で撮ってみようかなとか、頭に描いて写真を撮影してみてはいかがでしょうか。いろんな発見があると思います。今回はここまでです。次回はシンメトリー構図について説明していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。